んちゃー。今回は余り物でカレー作ります。激辛カレーだー。うまい、甘いカレー、ね、大乱乱激辛か。何でも入れていいって言う。分かったもんね。だいたい俺激辛の分量が。じゃあじゃあ、カローせんでいい、カローせんでいい。あの冷凍庫にあったなんかガッチガチのなんかアーマープレート。そう、あ、肉いっぱいカレーね。肉いっぱいカレーでね、ここの奥にね、これ見つけたっちゃう。それは、うわぁ、ね、グリーンカレー作るのね。ココナッツミルク、これヒツンとね。大丈夫よね。なんでそれがあるかわかります？わからないっす。我々が、あのタピオカココナッツミルクと思ってが流行ってると思って使った時のです。あー、なるほど。ミルクティーの方が流行ってたんでした。なるほど。あれ使わなかったんですか？いやいや、使ったんですけど。あ、余った。はい。いや、これ使い道そんなないでしょ。ある。グリーンカレー。グリーンカレーは、グリーンカレーねえ、キムラくん。じゃあ、グリーンカレーは、グリーンカレーよ。命のカレー。はい、グリーンカレーを。そしたら、はい、まず玉ねぎみじん切りします。はい。で、鍋で炒めるみたいな、うん、で、その時肉も入れるみたいな。あ、ちょっとこれ炒んどんね。お、あ、そうでもないか。炒める前にも炒んどんね。ほんとや。これあの、あれでいいかな。じゃ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 でいいでしょう。じゃじゃじゃでよかすよね。テファールね。テファール、テファールってのもある。ゴロゴロは嫌いです。これもゴロゴロは嫌いです。ゴロゴロ好きな人おるとかなっていうかも。おらんやろ。固めが好き。固め、あの、具が固め。具やろ。もともとって崩れるのはあんま好きじゃない。これめっちゃもうサラッサラがいい。ルーだけがいいよね。あ、ルーだけね。それはそれでまあ好き。じゃなくて、あの、なんだろうね、角が落ちたじゃがいもとかあんまり。へぇ、それって言うたら余りもんってことですよね。余りも、がっつり余りもん。そうやね、あの買い物は。はい。そのココナッツミルクなんで1年ぐらい余りものかもしれんけど。大丈夫よね。うん。ちょ、木村氏、ドビンエンジンを発動させて。キムエンジンバー、キュイ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 。うーん、バン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 。あ、違う、これでエンジンが来るか。セブやったね。ちょっと大きめにしてね。ほら、こんな感じ。先に肉がいいとか。いや、玉ねぎでいいよ。玉ねぎでいいですか。じゃあ油敷きます。じゃあ玉ねぎ入れます。はい。じゃあ手伝いですね。飴色になるまで。そう、ゆっくりね。はい、よいよいで。でも俺が作ったら飴色はレインボーやけんね。レンボーになるまで。ああ、雨、レンボー雨。うん、絶好雨だよね。ああ、どんぐらいした？こんぐらい？そう、2割9よ、2割9のエンジン。最近よく引っ張ってるよね、俺ら。その、ポケバイに。ポケバイに。ポケバイ力に。ニンニクはいらんか、ニンニク。いる。ニンニクは分かってる。あれやろ。あれよ、ほら、ここここ。俺さっき編集してて気づいたもん。ほうほうほう。なくちゃん教えてくれ、もう。うん、ニンニクたっぷり。たっぷり、たっぷりかい。太さ、このニンニク。いっぺんニンニク。目に来た。うん、もうめっちゃ目が今しまった。今目に来た。玉ねぎせいよね、これ。うん、めっちゃ目に来るね。うん、やばいね。痛いもん。これこれこれ。うわ、痛い、痛い。マジで痛い、それ。やろ。はい、はい、もうどこ行ったかわからない。こっちが、これはこういうとこか。こうした方が時短です。肉多すぎん？肉カレーやけど。そうね、肉カレーやけど。あ、ニンニクの香りだ。素揚げ中華。素揚げ中華。素揚げして、あの飾り。おお。このちっちゃい玉ねぎって意外と高値で売れるらしいよ。へえ。このフランス料理とか。あ、なるほど。高値なんですか。あ、ブラ。あ、じゃ。ブラ。
やられた。入っとかな。辛や。地下室にある。地下室か。うん、飴色になったね。やった？どうだった？やったやった。うん？やった。はい、バッチリ飴色になった。やった？飲み干し。これ以上したら焦げそう。焦げそう。いい、いい、いい。じゃあ、いいと思う。一回揚げて肉焼いていいですか？うん。肉は肉で。あ、オッケー。ポセントなんだ。火が通らんごとだ。ちょっと多めの油で、はい、素揚げしよう。なんでそういう高いところから。なんか、太鼓意識。大の、大の。モコミーに太鼓意識する。太鼓意識。モコミーに。そう、油じゃなくて自分が高くなる。モコミーに。油は低めだ。モコミッチ、鶴岡飯見てくれるわけないですね。そうなの？知らん。見ないやろ、絶対に。分からんすよ、そりゃ。いや、分からんすよ。で、肉、これ全部入れていいかな。いや、分からん。肉たっぷりかねえさ。そうよ。いや、まず夢のようですね。夢のようだね。だって、さ、カレーするときになるべく肉を食って継ぐやん、いつも。分からんけど。カレー味の肉やん。そう。肉で焦げが取れた。ナイス。ほら、肉で焦げが取れた。玉ねぎで。じゃあまあ料理にはね、料理しながら綺麗にしていくもんね。だって釣り岡メンバーはもう MK 行ったらアクとかもう最後なくなっけどね。不思議と。あのなんとか麺に吸わせるんですよ。そう、バミー麺。バミー麺。全部全部アクまで吸って。バミー麺。透明なスープになる。じゃあもう、はい、ココナッツ開けますね。はい、なんか知らんばってん、逆さで開けよう。どういう風に保管されてたからですね。どっちかにめっちゃ溜まってる。なるほどね。だってだいぶ薄いもん、その上。よし、ほら、はい、お、いいね、玉ねぎ混ぜるか。はい、玉ねぎ入れます。はい、ココナッツミルクが入るとかなり甘くなるんだろう。クリーミー、うん、何やろうね。これ辛口？中辛。中辛か。中辛は甘口やもんね。いや、どういうことや。いや、中辛は中辛や。中辛は甘口よね、まだまだ、ね、中辛は中辛、ね、俺これでまあまあピリッとくるけん。うん、それはもうね、甘口よ。でもこれ結構買った人をめっちゃ見かけるよ。うん、なんか言ってたよね、うん、いや、これうまいもんね、このカレー本もね、このメーカーさんから、横浜ブライテ。いや、これね、多分あれっすよ、エバラかなんかっすよ。エバラや。エバラさんか。エバラさん。エバラさんね。普通に今エバラっすよって呼び捨てしたけど、エバラさん。ほら、あ、いい感じ。いい感じ。じゃあ水入れか。じゃあ水入れます。はい。お隣の油は大丈夫ですか？はい、まだ余熱中なんです。はい、ココナッツミルク入れます。スプーンのいいよね、これね。いやー、いいで。あ、ほらほらほら、そこに、そこにほぼ溜まってる。おわー、マジや。かっ、なつれなくていいよ。あ、出てきた、あ、出てきた。全部いく？全部いく。うわー、全部いった。全部いった。これはかなりのココナッツ。ココナッツ。そりゃもういらんじゃない、これ。こんなの系をとして。いらんじゃない。いる、いる。ココナッツ感が強すぎるっすよ。大丈夫、大丈夫。どうも、こだまさん。俺は強すぎると思う。いや、大丈夫。ほらほらほら。うわー、いいなー。ああ、俺せっかく美味しく食べたかったのに。いや、絶対美味しい、美味しい、美味しく食べたかった。水足りてないですか？水。いや、そんなもんで。これだけ？水。うん。これだけ？ここから、グリーンカレーに行くから。これ、水これだけ？うん。もうカレー粉もいるけ。水これだけ？はい、いける。あ、ない。ああ、美味しく食べたかった。この晩飯と思って楽しみにした時。いや、美味しい、美味しい、絶対美味しい。美味しく食べたかったな。うっす。うそ。うっす。うっそ。じゃあ、その前に一回、ちょっと味見してください。うん。うっす。うっす。ちょっと入れるか。パスか。多分あんま入れたらこれ多分ね、ひどいことなりそうちゃうね。こんなもん、こんなもん。なんや、おねやし。こんなもんかな。うん、ね、カレーの味としては薄い。濃度は何やら濃いけど。うん、このドロドロ感はなんだろう。玉ねぎかな。
唐辛子ウスターソースはウスターソース、これ全部入れちゃう、うん、全部入れちゃうか。何皿分ですか、一つ。木村くん、ウスターソース賛成やね。ウスターソースよ、確か。なんか、あー、コクまろやかすぎるもん、その、うん、ココナッツミルクのおかげか知らんけど。うなし、それがいいとよ。それが優しさ、優しさで生きていくとしか。優しさだけじゃ、たまにはピリッとあるのも人生ですから。飴とムチ、はい、聞いて、おい、今んとだけで、おい、ちょっと汗出てきよっけんね。飴とムチよ。出てないです、それも。よし、スターソース水、水、あ、油になったね。よし、少し、少しこれ入れすぎると、ハヤシライスになります。マジで、マジでこんくらい、それ間違いなかった。こんくらい、じゃあもう人参とか玉ねぎ素揚げしていきます。はーい。多数決によりチリパウダーを追加します。はい、追加します。じゃあもう一味、たかーたかーたかー一味、多数決により民主主義や。あー、民主主義や。これね、なんか爆発するような気がするな。これやろ、これやろ。俺も思っとさ、ちょっと逃げてきた。パンパン、ほらもう音がおかしいもん。ご飯炊いたっけ。ご飯炊いてね。あ、もう胸惜しい。熱、もう玉ねぎ邪魔さ。ほらもうパン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 の時は危ない。玉ねぎが、よし、痛い。さっきはチクチク入った。玉ねぎ、玉ねぎが、ずっと回さんといく。終わり。はい、ご飯待ち。じゃあご飯待と。ご飯待ち。はい、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 こんな感じになりました。さらにバターいるかね。はい、はい、バター大好きっ子やけど俺。でも全部入れていいんだよ。これ全部大中。いやー、分からん。カロリーカレーでしょ、今日。こんなもんよね。いやー、ぶるってますね。じゃあこ、まずこんだけいる。まずこんだけ。俺そんな胸押しが見たくないんだな。いや、これ入れたら相当よ。そうなんですか。入れちゃう。やめときましょう。まず、味見したらいいんじゃないですかね。あ、なるほど、なるほど。その時点でしない。あんません。ほら、言うた。じゃあさらにカロリー追加します。全然いいと思います。すいませんね、こっちだって肉もあんだけ入ってるし。はい、入れた。お、加減が、加減が、はい、ご飯って言えた。ご飯が炊けました。はい、はい。福神漬けば漬けいいね、やっぱ。やっぱね、日本のカレーって感じですよね。よし、オッケーです。はい、はい、ご飯を、じゃあ、つぐよ。はい、僕少なめで、でご飯は真ん中に置く派です、僕。ご飯は真ん中に置く派です、真ん中に巻く。分けない感じ。そうそうそう。ほら、お子様カレーの。あら、ありがとうございます、これは。かわいさ。これは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 開けます。はーい、カロリー。でもみんなその皿でいく。そうっすね。かー、おしゃれにして、どうせ胃に入るとに。それ言ったら元も子もないやろ。いいね。今人参差し寄ろう。むしゃ、オッケー。はい、完成して、はい、いただきます。はい、食べましょう。はい、完成しました。はい、うまそう。俺とヨライシが作ったカレーでーす。そうでーす。おい、いただきます。いただきます。今のなんか起きたやろ今。なんか大変な事件かなんか起きた気がするけど。何も来た、何も来た。2000円いただきます。どうか、うん、お肉たっぷり、うん、カレー、コクがない。ほんとや、コクがない。ヤシコがコクの中ね。あれ、今度誰じゃんか。全部入れたかったね。マジで。うんうん、でもものすごく食べやすいカレーですね。カレー、ものすごく食べやすいカレー。チーズ、あ、チーズ、あ、チーズうまそう。パーキングにありそう。サービスエリアをね、食券買ってから、うん、コクがないっていう表現すごいいいね。うん、なんでやろうね。ココナッツでしょうね。まろやかにしすぎるね、うん、スパイスのココナッツが、うん、多分そうじゃないですかね。ココナッツのパワーが強力すぎるんだね、うん、すごいサラッとしとるね、なんか、うん、でも進むね、うん、進んでますね。今日は美味しくなった。食べれば食べるほど美味しくなりました。なんか嫌いじゃないですよ、お芋。嫌いじゃない。でもね、正直ちょっと好みっちゃ好みなんですよ。あれかな、本当給食で出したらみんな食べるあれ。給食カレーだ。あー、なるほど。確かに給食のカレーだ。いや、お芋ルー追加してきたけどさ、
がないけ薄いんじゃないもんね。でも量は食べれる感じだな、うん、ということで、はい、今回余り物で晩ご飯カレー作ってみましたけども、まずくはない。なんでこう美味しいよ、難しいね。なんでこうなるかは分からんけど、まあまあ余ってたココナッツミルク全部仕込みカレー、うん、大成功大成功、うん、でした。なんだかで食べてしまう、うん、あ、そう、はい、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はい、し、はい。